までの報道の中で広域処理と瓦礫の処理がほとんど同じ意味で使われているというところに問題があるのではないかと思います。瓦礫の処理は課題だとするならば、広域にするかしないか、そしてまた広域はどのぐらいの割合で行っていくのかというのは一つの選択肢だと思います。それをどうやって選んでいくかということの根拠について、私たちがどのぐらいの情報を持って判断できる状況を作っていくかということが重要です。で、そこで普通の市民の方が、それを知るということが難しいときに、なぜ私たち議員がいるのかといえば、行政に一番身近な立場であり、その情報がどこにあるかということを一番知り得るというところにいる、もっと議員が情報を積極的に出して市民である皆様にご提示しなければいけないというふうに考えております。この期間、私なりに調べてきた中で見えてきた問題につきまして、財政であったり、あるいは地方自治の制度であったり、民主主義という観点からお話をしたいと思います。それではお願いします。お願いします。先ほども言ったんですけれども、今回の、瓦礫の総量、これは環境省が出しているホームページから持ってきましたけれども、全体から見た場合に非常に期間が長いというような書き方をしておりますが、この中にはコンクリートであったり、あるいは津波にまみれている土砂なども含まれています。ところが、一般廃棄物の量で何年分ということになりますと、おおよそから言えば家庭から出されているゴミの量で割っているわけですね。今回、この2000万トンというこのゴミの中には、これまでいわゆる産業廃棄物として、カウントされていたものを含まれておりますので、当然にこの処理の年数が長くなるわけです。お願いします。で、実際に広域処理分を環境省ではどのぐらいと見ているかというと、これ割り算しますと大体 15.6% になります。で、この広域処理分についても、どうやってこの数字が出てきたのかというのは実はあまり明らかになっておりません。現地での、キャパシティですね、処理能力を最大限に発揮したものなのかということが分かっていません。で、私も例えば宮城県には、余力の調査をなさったんでしょうかと伺いましたら、まだしていませんというふうにお答えになっていらっしゃいました。確かに被災している地域についての余力調査は難しいと思いますが、被災をしていない内陸部についての調査はできるのではないかと思います。で、国立環境研究所の方で、実は宮城県内で処理をした場合、そして宮城県、福島県内で処理をした場合、東日本で処理をした場合についての期間であったり、あるいはコストについての研究データというのがあります。それを見ておりますと、期間を長くすれば、そしてまた範囲を広くすれば、処理の、ごめんなさい、期間を短くして範囲を狭くすれば処理単価は高くなりますね。そして期間を長くして範囲を広くすれば処理単価は安くなると。ですから、どの範囲でどのぐらい私たちがお金をかけて処理をするか、そして期間をどのぐらいにするかというのがポイントになることがお分かりいただけると思います。次お願いいたします。で、これが全体ですね。また次お願いいたします。次お願いします。で、今ですね、NIMBYということが言われております。で、お読みになった方もいらっしゃるかもしれないんですが、東京新聞の方でも、私がちょっとお話したことを掲載していただいたんですけれども、広域処理に反対するということ、あるいは広域処理問題なのではないかというふうに意見を言うことが、今 NIMBY ということで、公共のために必要な事業なのに自分のところでやるのは嫌だっていうふうに、位置づけられてしまっています。で、次お願いいたします。じゃあ、果たして倫理ってそれほど悪いことなのかというところで、私はちょっと逆説的に考えたんですけれども、私たちの周りに起きている課題というのは全て倫理から始まっているんじゃないでしょうか。そのほとんどが、で、一人一人がこれは課題だ、問題だと感じたものを、その一人の心の中に留めている間は個人的な問題だと思います。で、それをいろいろな人たちが課題として声に出していく、そしてそれの社会的な合意形成が得られたときに、それが政策になっていくのではないかというふうに考えています。で、今回の場合にも、この広域処理ということ、あるいは瓦礫の処理をどうするのかということについて、どうやって検証していくのか、妥当性をどうやって検証していくのか、あるいは瓦礫の処理をどうしていくのかということの合意形成ということが必要だったのではないかと思います。次お願いいたします。で、そこで一つ、基本になるのがですね、ゴミの処理というのは地方自治体、基礎的自治体というんですけれども、市区町村の固有の事務、通常はそうなっています。ですから、皆様の地域でも市なら市、区なら区という地域の中で、ゴミというのは処理されていると思います。
で、例えばゴミの処理については清掃工場の建設費などが非常にかさみますので、一つの自治体だけでは処理できていない場合には、近隣自治体が広域連合や事務組合などを形成して、そこで共同で処理をしているという状況があります。で、こうした地方自治体のことについてのゴミの問題と、それから今回は国だとか都道府県というのが出てきますね。これは災害によって一度に大量の廃棄物が排出されたので、基礎的自治体だけではそれができないだろうということで、国や都道府県などが出ています。しかし基本的には、区市町村であったり都道府県であったり国というのは対等な立場にあります。でも今回の場合にはこれが、対等ではない中で進められているのではないかという問題意識があります。次お願いいたします。で、これがなぜ私たちはこの広域処理といきなり言われた時に違和感を感じてしまうのか、納得できない部分があるのかといえば、これは国が決めたこと、県が決めたこと、あるいは市長や県知事が決めたことというふうに、トップが決めたっていうふうに思っている部分ないですか。私たちはそんなものを知らない、聞いてない、よくわからない、同意していない、こんな思いがあるのではないかと思います。そこには住民不在で、なんで住民不在かといえば、議論がなくて説明がなくて根拠が見えてこないからではないかというふうに考えます。で、本来はそうした時に私たちの代表である議会があったり、あるいは場合によっては政策を決める時にはパブリックコメントというのがあって、私たち一人一人の意見が求められるというのが通常の政策決定過程の中で取られるべきことです。ところが今回の広域処理の過程においては、こうした問題が全く取られずに進められているのではないかと思います。そこでよく言われるのが、多分災害が起きたので緊急時だからということですが、今年でもう1年になるんですね。で、この間に一体どのようなことが行われてきたでしょうか。議会でこのことについて議論して議決した自治体があるでしょうか。あるいは自治体の中できちんと丁寧なパブリックコメントが取られたところがあるでしょうか。実はこういうことは一切行われていないだけ中で、この基礎では必要なんだということで、いわばお願いベース、あるいはやることがそのままマストということで進められてきているのではないでしょうか。次お願いいたします。で、例えばこの、当事者であるのはどこかということで、今23区では女川町のゴミを受け入れるようになっています。本来の当事者は処理のできない女川町と、そして23区共同で清掃事業をやっておりますので、23区各区、あるいは一部事務組合というこの清掃工場を管理運営しているところが当事者になると思いますが、この協定書の中には実は女川町も23区もどこにも出てきません。小さくて分かりにくいんですけれども、ここにあるのは東京都であったり環境整備公社であったり、あるいは宮城県という都道府県や、あるいは環境公社という東京都の外郭団体が出てくるんですね。次お願いします。で、では処理の考え方はどうやったらいいのか、先ほども申し上げたんですけれども、瓦礫の処理は課題です。私たちが課題、解決しなくてはいけない問題だと思います。しかしそれでは一体いつまでに処理をすることが必要なのか、そしてまたどこ、これは範囲ですね。先ほどちょっと国立環境研究所のお話をさせていただいたんですが、宮城県内なのか、宮城と福島なのか、宮城福島岩手なのか、あるいは東日本なのか、そして日本全体なのか、こうしたことも曖昧です。実は環境省の方で各都道府県に対して余力調査というのを行っています。事前にあなたのところではどのくらい処理することができますかって聞いてるんです。で、それは各自治体の清掃工場の焼却の余力であったり、あるいは埋め立て処分場の余力かもしれません。あるいは産業廃棄物処理業者がどのぐらい処理できるのかということ、こうしたこと、受け入れられる量を先に確保して、そこからじゃあこれはお願いしますというのはちょっと違和感を感じるのではないかと思います。次お願いいたします。あ、ちょっと戻ってください。で、あといくらでというのがありますね。これもとても大切だと思います。私たちは今回のこの、広域処理について、中にはですね、東京都知事の A 型ということで、東京都知事の、ポケットマネーといっても多分東京都の税金だと思うんですけれども、これで広域処理をしているのではないかというふうに思っていらっしゃる、市民の方はたくさんいらっしゃいます。でもこの広域処理分は全て税金で賄われています。そして今回の災害の復興にあたっては増税が行われてますよね。これは長期間にわたって私たちが払っていくものです。ですからいくらでということも実はとても重要なことです。
高いから悪い、安いからいいということではありませんけれども、公費処理のためにいくらでも出していいということにはならないと思います。基本的に税金の使い方というのは最小の経費で最大の効果ということが私たちの、コンセンサスになっていると思います。次お願いいたします。でここで、私たちはとても大重要なことは、持っている情報によって判断は異なるということなんです。先ほどマスコミの報道ということがありました。私たちはいろいろな場面でいろんな判断をしますけれども、その時には個人が持っている情報に基づいて判断をするんです。そこの中で与えられた情報が少ししかないのか、たくさんあるのか、あるいはたくさんの中からどの情報を選ばれて私たちが受けるかによって、その判断は違ってきてしまうんです。今回の場合は非常に情報が少ないです。最初に説明された広域処理の理由は何でしょう。支え合いでしょうか、絆でしょうか、現地では処理できないということでしょうか。では一体現地でどんなものについてどんな課題があるから処理できないでしょうか。費用の問題でしょうか、人の問題でしょうか、場所の問題なんでしょうか、清掃工場がないからでしょうか、埋め立て処分場がないからなんでしょうか、それとも処理できる人員を確保できないからなんでしょうか。こうしたことの説明が一切ない中で、現地の廃棄物の処理は必要ですということだけで進められようとしているというところに、私たちは違和感を感じているのではないでしょうか。次お願いいたします。で、財政の視点から見てみたいと思います。これは例えば、昨年11月から処理を行っております宮古市の廃棄物について、東京都の産業廃棄物処理業者が請け負った場合の単価です。右の下のところにあるんですけれども、これを1000トンの処理量で割りますと、だいたいトンあたりが6万8000円になります。これは安くない金額だと思います。なぜ安くないのかといえば、ここの上のところにあるんですけれども、実はあ、ごめんなさい、これは次のページでしたね。運搬費用、下のところにあるんですけども、運搬費用も入ってます。あれ、あ、お下のなりませんあのこちらの方が、運搬費用が、書いてあるんですけれども、わざわざこれ運ぶわけですから、コンテナで運べばコンテナの費用がかかるわけです。で、次お願いいたします。例えばですね、これは、昨年の11月ぐらいですか、新聞に載ったものなんですけれども、岩手県で災害廃棄物全体の平均処理単価は6万3000円です。宮城県ですとちょっ と,、近いですよね、東京の方に。ですから5万円になります。でこれを阪神・淡路大震災の時と比べると、阪神・淡路の時は2万2000円、新潟中越ですと約 3.3 万、岩手・宮城内陸地震の時には 1.5 万円というふうになっています。じゃあなんでこんなに費用が違うんでしょうか。確かに放射能の問題もあると思います。測定もしています。しかし、先ほども、書きましたけれども、この運搬費用、輸送費用というのも大きく影響しているのではないかと思います。次お願いいたします。で、ここに輸送代が 37% と書きました。ここにあるのがいわゆる船舶、鉄道、自動車などで輸送した場合の、これは東京都が実は昨年の、第2回の定例会だと思いますが、この広域処理に関わる費用について270億円を、予算計上しております。これが環境公社に貸し付ける金額という形で、実際には最終的には国が負担をするんですけれども、一時環境公社が建て替えて、民間に委託をした場合の委託料を支払うというシステムになっておりますので、環境公社自体はお金を持っていませんから、それを東京都が貸し付けてるんです。で、私の方でこれも開示請求しました。で、280億についての算出根拠を見せてくださいということで、わざわざ開示請求をしないとこういった処理単価も出てこないというのが現状ではないでしょうか。皆さんの地域ではどうですか。広域処理をした場合についてはいくらかかりますけれどもよろしいですかという説明はありましたでしょうか。あるいは環境省から沖縄に持っていきます、でもトンあたりは20万になりますけどいいでしょうか。こういう説明はいただけてるでしょうか。今の沖縄の20万は私のデタラメなのでごめんなさい。これも叱らなくてはいけないことだと思います。でもそうしたことは一切示されずに、広域処理必要だからということですが、これも全部私たちの税金です。次お願いいたします。で、なぜ高いかといえば、今言ったように輸送の問題があります。そしてまた焼却もしなくてはなりません。で、もう一つ実は、分別ということがあるんです。先ほど6万8千円という東京都の処理単価、産業廃棄物処理業者に持っていた場合の単価について申し上げましたが、実は
それとは別に現地でもアラ選別ということを行っていました。で、私も実は宮古市とそして女川町に行っておりますが、その廃棄物が排出される地域によってその廃棄物の処理の中身の様子がだいぶ違うんですけれども、宮古の場合のゴミは土砂などが大変たくさん混ざっているために、まずふるいにかけて土砂をふるい落とさなければいけないという作業を行っていました。また先ほどもアスベストセンターの長倉さんからお話がありましたけれども、アスベストであったり金属類であったりという有害物質を取り除く作業もあります。現地でもさまざまな作業を行ってきたものをまた東京に持ってきて、そしてもう一回手を加えて、そして焼却をして埋め立てる、こういうことをしているのでお金がかかっているわけですね。でもこれをしなくていいということではありませんが、こういうふうにするとこういうお金がかかるということについて私たちは説明を受けてきたでしょうか。これもまた私が現地に行ったり開示請求をしたりしてやっと見えてきた問題なんですね。また次お願いいたします。で、これ自治体負担はありません。で、これが全部補助金になっています。どんな補助金かといえば、処理費用に対して全額出ますね。運搬、分別、焼却、埋め立て、これが税金で賄われます。また総額の数パーセントは事務費として自治体に支給されます。数十億の、費用をかけて自治体が引き受ければ、そのうちの 1.5% から 4% ぐらいが金額に応じて自治体から配分されるというのがこの広域処理の実態です。そしてまた処分に伴い逼迫した処分場に対する補助もあります。埋め立て処分場を使って埋め立て処分場の、寿命が短くなってしまったらそれについても補助をしますよとか、あるいは建設中の清掃工場が引き受ければ清掃工場にも補助します。こうした形で補助が行われています。次お願いいたします。で、これが、スキームなんですけれども、ここ見てください。実はここにお金が払われます。お金を受けるところどこでしょう。運搬、船舶、鉄道、貨物、陸送事業者、そして処理をする東京23区清掃一部事務組合、市区町村、リサイクル業者、産廃業者、混合廃棄物処理業者、そして東京都、これは埋め立て処分をするからですね。実はどこにお金がどういうふうに流れていくかということも今回の広域処理において私たちは注目しなくてはいけないところではないでしょうか。現地で処理をすれば、そこで処理をした中でこのお金は動きますが、広域処理をするということは日本全国にこの私たちの税金が運ばれていくということです。災害廃棄物とともに行くのはゴミだけではなくて、あるいは環境問題だけではなくて、お金が運ばれていくということなんです。次お願いいたします。で、この処理費用は増税です。これ、所得税ですと25年間、個人住民税で10年間、私たちこれを負担していかなければならないことになります。先ほども言いましたが、必要なことは高くても払わなくてはならないこともあります。でも、もしも別の方法を取ることでそれがより少なくなるかもしれない、環境負荷がかからなくなるかもしれないというときは、そちらを選んだ方がいいこともあります。そしてどうしても必要なときには、いくら高くても私たちは税金で負担をしていかなければならないと思います。そこの検証は果たしてされたんでしょうか。次お願いいたします。で、この中で、これが全体的な中でですね、広域処理はこの割合ですね。そうするとここのところが実は埋め戻しです。コンクリートであったり土は全体で埋め戻されます。で、ここに再利用ということで、これは岩手県の処理の内訳なんですけれども、岩手県の場合には土砂が、津波のゴミとして土砂が大変多いので、振り落とされた土砂類がセメントの骨材として使われるそうです。一方で埋め立ての、土として使われ、一方でセメントの再利用、ちょっとここら辺も不思議だなとは思うんですけれども、ゴミの中身を見てみると、何はどうやって処理したらいいかというのが見えてくると思います。で、実は岩手県においても、この廃棄物の詳細処理計画というのがありましたが、冊子の中から私がいくら拾い出してもこの全体量を見ることができませんでした。で、私は岩手県の方に直接お電話をして、一体、こういった場合に数字をまとめるとどうなりますかということを伺って、やっと出てきたんです。で、これを見てみると、リサイクルはこのぐらい、そしてもともとあった施設で焼却するとこのぐらいで、今宮古市でも仮設の焼却場を作っていますが、仮設焼却でこのぐらいだけど、できない分でこれが今広域処理でお願いしますというふうになっています。ここももっともっと一つ一つの処理方法について点検をしていくと、私たちは他の方法があるのかないのか、そしてこの57万トンは本当に私たちが引き受けるべきなのかどうなのかということが見えてくるのではないでしょうか。
あ、次お願いいたします。これが実際のごめんなさい数字の内訳です。次お願いいたします。で、これは、岩手県の岩泉町長さんがこう言っていたことを私が、新聞から引用したんですが、もともと使っていない土地がたくさんあるのにどうして急いで瓦礫を全国に拡散するんでしょうかということ、そして10年20年と時間をかけて、処理した方が雇用確保し地元にお金も落ちるというふうになります。これは、現地に行ってみないとそれぞれの固有の自治体の状況は分かりません。しかし場所があるところもあるんじゃないですか。あるいは、26年3月末で補助金を切ってしまうと言っている。そして国は少しそれ延長すると言い始めましたね。補助金の支給スキームによってもこの処理はそんなに急がなくても良いのではないかという場面もあるかもしれません。後ほど、皆様にまたご紹介いたしますが、現地ではようやく土地利用の計画の案が出たところが出てきた状況です。岩手県に広域処理が 5% しか進んでいないという新聞報道がありましたがどうですかというふうに伺いましたら、復興計画、土地利用計画が定まっていないから処理が進んでいないんですよというお答えをいただきました。私も先週の木曜日に同じ官庁に行ってまいりましたが、土地利用計画案は見せていただきましたが、現地の方に伺いますと、その方も、海に近いところに家があったけれども、自分の家が果たしてどこにこれから移転をするのか、広さがどうなるのか、費用がいくらかかるのかということについては一切まだ町から説明を受けていないそうです。まだようやく町がその絵を描き始めたところで合意形成はこれからになります。ですから、これが定まって復興するまでにはまだまだ時間がありますので、そうした意味でも、この災害廃棄物の処理をどのぐらい、どの程度急いでやるのかということについてももうちょっと考えてみてもいいのではないでしょうか。実際に現地では、地震によって地盤が下がっておりますので、かなり大量な土砂あるいは土砂ですかね、を使って、かさ上げをしなくてはならないという状況だそうです。今のままでは土地が使えない状況にあります。ですから瓦礫を置いていても置いていなくても土地を使えないところがたくさんあるということ、先ほども海辺の部分はかなり地盤が下がっているというのは池田さんのお話もあったと思いますけれども、実際見させていただきましたが、港であっても一部こう波で濡れているようなところもありました。こういう状況も私たちは知った上で現地の復興をどうやって支えていくかということを考える必要があるのではないでしょうか。次お願いします。で、この背景にどんなことがあるかということです。広域処理といったときに手を挙げる自治体どんなところでしょうか。清掃工場が余ってるから燃やしてもいいよって言ってるところ、こういうふうにも取れないでしょうか。これは背景には過剰な設備投資はないでしょうか。あるいはこれを公共事業として捉えた場合の広域処理ってどうなんでしょう。先ほどの、昨年の時点での、公表では総額1兆700億円が瓦礫の広域処理に使われると言われています。このうちの広域に使う部分は一体いくらなんでしょうか。このことについて私はまだ調べていないんですけれども知りたいことの一つです。で、これを私たちがどうやって判断するのかということが大切だと思いますが、まだまだ判断できる材料が少ないんですけれども、ここまで調べてきただけでも、なんで急に急いで広域処理ありきになってしまうのか、このことについてはちょっと疑問が残ります。次お願いいたします。これも余力ですね。これは実は東京都が50万トン受け入れていいですよと言っています。で、この50万トンの内訳がここにあります。で、実際にこう進むかどうかは分かりませんが、少なくとも現時点では例えば産業廃棄物処理業者で受け入れる分、そしてまた宮古市そして女川町などの受け入れはこの計画の範囲内で進んでおります。私が非常に気になっているのはここ衝撃客売っていうのがありますね。で、現地の岩手県の担当者に伺ったところ、焼却施設については、時間をかければ焼却できるということを言っていました。これは正しいかどうか分かりません。担当者の、お話では焼却は時間をかければできる、だけれども埋め立て処分場がないんですというお話をしていました。となると次に来るのがこの焼却灰を持ってくるということが来るとしたらどうでしょう。焼却灰を運ぶということは本当にいいんでしょうか。で、一方で実は、宮城県には、仙台方式なんてことが最近言われてますね。仙台では仙台市内で処理ができるそうです。なぜ処理ができるかということの理由の一つに、全てではありませんが、仙台市の場合には埋め立て処分場があるからだそうです。
ではどうして仙台市の埋め立て処分場が近隣の周辺の自治体の災害廃棄物の処理に使うことができないんでしょうか。わざわざ遠くまで運んでくるんでしょうか。国は埋め立て処分場などの余命っていうんですか、残りの能力ですね、これが逼迫した場合には、補助金を出すというふうにも言っています。そうだとするならばこの、使えとまでは言えませんけれども検討ぐらいしてもよかったのかなと思うんですけれども、そうしたことも行われていないというのが現状のようです。次お願いいたします。あ、終わりですね。どうもありがとうございました。